今のままロボットを発達させると必ずロボットは人間を殺します。人間を殺すような頭脳を持ったロボットがいつ出現してくるかっていうと50代前半の女性ですね、はい、先日虎ノ門ニュースでセックスドールの話をされていました、はい、なぜセックスドールの研究をしてはいけないのか知りたいですと、はいはい、セックスドールがあれば性病や望まない妊娠、人間関係のトラブルなどセックスにまつわる不幸を回避できると思いますが、武田先生の視点からお話しください。セックスドールを取り上げることについてはテレビジョン側も少し迷ったんですね。それはやっぱり朝だってこともあって、うん、朝からセックスの話かっていうのもあるし、今言われたような理由もあったんですね。だけど僕がどうしてもこれは非常に重要なことだから取り上げてほしいって頼んで取り上げていただいたっていう経緯があるんですけどね。実はね、一番の大きな問題はちょっと順序を逆にして一番大きな問題から言いますとね、今のままロボットを発達させると必ずロボットは人間を殺します。ほとんど間違いありません。それはどうしてかっていうと、相手を殺すという判断がいつ生まれるかというとですね、相手よりか判断力が上になると必ず殺すんですよ。それはもうその脳の構造がそうなってるって言った方がいいんですけどね。ですからロボットが今人間よりかまだ劣ってるんですよ。だから可愛いんですよ。要するに我々がまあ犬とか猫とかを飼って可愛いっていうのはですね、やっぱりそれが一つあるんですよね。自分よりか頭脳の回転が遅い、だからすごく可愛い、だから愛情が移ってしまう。それから相手も自分よりか飼い主の方がすごく頭がいいので、そこは主従関係みたいになる。で、この関係が逆になった時にどうなるかっていう問題があるんですね。それで、まあ、有名なアシモスの三原則ってあるんですけど、そのアシモスの三原則っていうのはロボットは人間を襲ってはいけないっていうのが入ってるんですが、はい、そんなこと人間が決めようとなんだろうと、ロボットの知恵が人間を上回った時に、もちろん当然ロボットはアシモスなんていう人間の決めた規則なんて従うはずがないんで、それで必ず人間を殺すだろうと思うんですね。人間を殺すような頭脳を持ったロボットがいつ出現してくるかっていうと、今からまあ3、40年前にそういう研究の時には2030年って言ってたんです。で、僕はあの時にちょっと言ったかもしれない、ちょっと忘れましたけど、現在の進み方だと2040、50年のロボットはそうなるだろうと思うんです、うん。そうするとですね、僕が思うには、ロボットを研究したり、制作したりするときは、それを議論してからやるべきだっていうのが、僕はあの虎ノ門ニュースで主に言ったことなんですね。ある意味では、それが第一の視点だったんですよ。要するに、今、男女関係の難しさある、特に売春なんかの問題もある。インドなんかですと、売春が宗教上のあれで難しいので、少女が非常にレイプの犠牲になるっていうことがありましてね。ですから、言ってみれば、人間の脳を必ず越さないロボット。それしかセックスドールでできなければ、方の言う通り僕もプラスだと思います、うん。しかしね、それで止めるってことは難しいのはどうしてかっていうとですね、今ロシアがまあ一番進んでるんですけど、他の国も結構やってるんですよ、あれ。ロシアのね、ロボットっていうのはね、もう肌触りとか形とかそういうのはもちろん非常にいいんですよ。そればかりかね、会話も結構できるんですよ。はい。そうするとね、ロボットをもっと進めようと思うんですよ、人間は必ず。例えば、このロボットだったら一晩で1万円。じゃあ、このロボットは一晩で2万円。2万円のロボットだったらもう、例えば私の一生かなんかをポッと言ったり、性格を教えたりなんかしたら、まるで昔から知ってるように応対してくるわけですよ。先ほど先生がおっしゃった通りね、人間の本質は改善の状態にあるっていうね。だから、ロボット作ったら、より良いものをこう作りたくなるっていうのが人間だから、そこで歯止めが効かないじゃないかと。はい。ソニーが、ロボットを作った時に僕はこれは悪魔なんだって言ったんですよ。おこれは悪魔と見なきゃ。だけど非常に可愛いんですよ。だけどその可愛いのは知恵が遅れてるから可愛いと思うんであって、そこのところを我々がロボットの社会で克服しながら入っていけるかっていうとね、今の原子爆弾見たらわかりますよ。全人類を500回も殺せる核爆弾を作っちゃったわけじゃないですか。はい、いくらなんでも狂気ですよ。一回全部、全人類を一回殺すっていうのでもちょっと狂気だけど。それを競争して、ついに500回になっちゃったわけでしょ？かなり削減しましたけども、現在もアメリカやソビエトが持っている核弾頭って5000発あるわけですよ。だから、人間っていうのはそういうことに歯止めが効かないものじゃないかと思うんでね。非常に危険だっていうのが僕の感じなんですよ。
そのセックスドールが研究がいけないってことじゃなくて、その要は人間の知能を超える AI ロボットの研究がいけないっていう話です、ね。必ずそうなります。そうなるということです、ね。介護ロボットでも必ずそうなります。それはもう止められないんですよ、はい。つまりね、介護ロボットだったらば、最初はただこう、こうやってお風呂に入れるとか。そうするとやっぱりもうちょっとどんどん少しずつ少しずつ改善してですね、そのおばあちゃんおじいちゃんの状態も知って声もかける入れ方も良くなるってやるでしょ。そのうち越しちゃうんですよ。そしたらお風呂の中で おじいちゃんを殺しちゃうってことになる、うん。じゃあそれを防ぐような手段っていうのは今ないわけじゃない。研究はあるんだけど全然わかんないんですよ言ってる。だってね、我々は僕の昔の本の図室に僕あるんですけど、なんで我々はライオンが檻に入ってるのかっていうのがあるんですね。うん、でライオンの方が牙もあって筋肉も強くて、まあ人間が戦ってももう絶対に勝てないですよ、ライオンには。あっという間にボカーンってやられちゃう。そのライオンがなぜ檻に入ってるか。これは知恵のなせる技なんですよ。人間の方がライオンよりか知恵が上だから。どんなに肉体的に人間が弱くても、ライオンを思うように檻の中に入れてるというのは現状なんですよ。で、うん、僕の随筆に書いてありますけど、ライオンから見ればどう見えるだろうか。我々からライオンを見れば、それで子供たちがライオンを見て、あ、すごいねとか言ってると、ライオンからそれを見たらどう思うだろうか。そういう状態になる。それを今の人間は考えられないと僕は思うんですね。その歯止めが止められない。要は改善をしようとすると人間のそのエゴというか、その人間を超えて要は殺してしまうってその現実を見ないでやる AI ロボット研究が恐ろしいという。しかももう例があるじゃないですか。はい、核兵器作って。はい、そうですね。今度宇宙からなんか人間を狙ってボーってやると。本当ですよね。どんどん言ってるじゃないですか。今度アメリカで数年前宇宙軍なんかできるしね。そうですね。誰も止められないわけです。わかりました。皆さんのね、ロボットに関する意見ね、コメントください。はい。